しテレビここまでとなります。ありがとうございました。めざましテレビお疲れ様でした。お疲れ様です。からですがいかがでしたか。どうでした。意外と皆さんすごくおしゃべりされるので楽しかったです、ね、明るいあの雰囲気で参加させてもらって楽しかったですよね。めちゃめちゃ楽しかったです、ね、はい、いっぱい笑いました、はい、広瀬さんから見て撮影現場の藤原さんってどんな雰囲気ですか。正直やっぱストイックなもう科目といいますか役に入り込んでるイメージしかなかったんですけど、意外と皆さんとすごくフランクにお話しされてて、うん、冗談ばっかり言ってる藤原さんと適当な嘘しか言わないゆうすけさんの皆さんがいらっしゃってだってそこのチームでの撮影が多いので結構なんかワイワイと、うん、撮影やってますね、はい、お笑い待ちみたいなことが起こるそうです。もうハマっちゃうと結構あのご自分から仕掛けるんですけど、ご自分でハマって、そうなんです、割と真面目なシーンが多いです本当に未解決不可解なこう事件にこう追及して我々こう捜査していかなきゃいけないんですけど、当然ですけど真剣にやってんですよ。やってるんですけどその笑いがねやっぱ入ってくるとダメなんですよね。ダメですね。この事件のその概要の話とか説明文がなんかセリフがもうめちゃめちゃ難しいんですよ。なんかちょっとなんかこうそういうセリフが少ない我々はピッてしてるんですけど、意外とお話しされてて、ね、ご自分でハマって笑ってるので、なんかそれでちょっと緊張もほぐれると言いますか、それで和やかな現場になっているとは思います、はい、藤原さんの雰囲気が、はい、ありがたいです。行動で驚いたことはないですけども、ザ常識人超しっかり者みたいなやっぱりこう現場を真面目に仕切るみたいなのをやらせてもらってます。そうでもないですけどもまあ本当に広瀬さんもね、もう本当にそれぞれ世代の違う役者さんこう集まって、みんな皆さん広瀬さんも言ってるけども、本当にみんなそれぞれ好きなこと喋って喋る、あの本番集中して一発で芝居するっていうことなので、あのなんだろう、まあ、みんな本当にみんなと楽しくあの一つのシーンに集中していくっていうのは、まあ、驚いたというか、まあ、素晴らしいことだなってあの感心したことではありますけど、はい、お二人は何かそういった超常現象のような心霊体験だったとかそういうことって藤原さん何かされた。僕らはもう本当にあの小さい頃から月刊ムーとかあの結構あの愛読してたので、あのこの文明は何なんだろうとか、空を見上げればこう未確認の飛行物体を見てみたいなという願望ありますけれども、そう思えば思うほどこうなかなかこう見る機会って少なくなってきて、あのまさにこういう作品やらせてもらったことがありがたいなって、またこれで改めてこう勉強して楽しみたいなっていう気持ちにはなりましたけれども、私全然わかんないんですけど、20歳前後ぐらい10年前ぐらい住んでたお家に親友が霊感がちょっと強い方で、あの引っ越したての家に来てくれたんですけど、ここやばいから二度と来ないって言われてちょっともうそこはもう引っ越しましたけど、はい、もう電気チカチカするし廊下ずっと誰か走ってるよって言われました。でも分かんないから、まあ、見えないんだったらいいかなと思ってしばらく住んでましたね。まあ、見えないもんね、ビビっても感じなければね。そうなんですよ、ホラー映画の方が怖いですもん。あーって怒られたらあーってなるんで。全領域異常解決室、かなりあのアナウンサー泣かせの難しいタイトルだなと思いますけれども、我々泣かせでもありますよ ね。お二人はもう完璧にいますか。もちろんです。全領域異常解決室今夜10時、全領域異常解決室今夜10時、全領域異常解決室今夜10時。あ、すごい。じゃあ終わりましょう。だってこれ全部俺のセリフで言ってるからね。あ、そうなんです。じゃあ終わりましょう一応広瀬さんもいただいてもいいですか。やっぱり全領域異常解決室今夜10時、全領域異常解決室今夜10時、全領域異常解決室今夜10時。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。
6時55分。おはようございます。10月9日水曜日の目覚ましテレビです。時刻は6時55分を回りました。さあここからはスタジオが一気に華やかになります。本当藤原竜也さん、広瀬アリスさんと一緒にお届けします。よろしくお願いします。早速なんですが、はい、目覚ましくんからお二人に聞きたいことがあるそうなので、はい、二人はもう仲良くなった？いきなりですね。すいませんね、もうね、本当にバッチバチです。藤原さんどうですか？バッチバチにやる。長丁場なんで。そうです。あのですね、では藤原さん、広瀬さん、ぜひ目と息をどうか合わせてお願いします。はい、続いてはお天気です。せーの、ゆかちゃん。なんかいいじゃん。さあ今夜10時スタートのドラマ、全領域異常解決室。不可解な異常事件を解決していくミステリーなんですよね、藤原さん。そうなんです。金部さんが先ほどまさにおっしゃっていただいた、あのシャドーマンとか、神隠しとか、狐つきといった、不可解なこう事件を僕が室長代理を務める全決という、こうチームに入ってるんですけど、全決、解決していくと。なるほど。はい、そしてアリさんは。はい、私はですね、その前決に突然出向を命じられた、警視庁の音楽隊の出身の警察官でして、はいはい、私はその超常現象とかオカルトは信じないよっていう役どころです。まあ、そういったお二人バディということになりますけども、はい、さあこのドラマのキャッチコピーの一つでもあります真実か偽りかにちなみ、お二人に関する噂は真実なのか偽りなのかお答えいただきたいと思います。藤原さんの噂はこちら、はい、はい、撮影の合間では MC のマドクトークを回している。これ真実か偽りか、どっちですか。広瀬さんもそうですし、小木さんもそうですし、ゆうすけさんとマリアさんもそうなんですけど、はい、本当に、ね、世代が違う方たち、個性的なこう役者さん集まってきているので、みんなそれいろいろ喋るんです、みんなさんが、はい、それをまとめるみたいな。そうですね、あの全員キャッチボールしないですよ、はい、誰が一番遠くとか、ね、投げっぱなしみたいな。了解了解、楽しそう感じ。まとめてください。広瀬アリスさんの、はい、噂はこちら、撮影後は異常なほど帰るのが早い。さあどっち。そうなんだ。私多分1分かかる。早すぎる。今日はまだ帰んないでください。目覚ましじゃんけんじゃんけんぽん。私たちはパワーを出しました。広瀬さん、朝すっきり起きるには大声出します。どれくらい。頂上コミッションは彼女なんだ。お二人ともありがとうございました。改めてドラマの見どころお願いします。はい、全領域異常解決室は完全オリジナルのミステリードラマです。超常現象のスペシャリストと警視庁音楽隊出身の警察官が神隠しなど、異常事件に挑むハラハラドキドキの作品になっています。今夜10時スタートです。ぜひご覧ください。よろしくお願いします。お二人今朝早くからありがとうございました。最後まで動画をご覧いただいた皆様、本当にありがとうございます。この動画へのいいねやコメント、そしてチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。お願いします。フジテレビアナウンサー軽部真一と井上聖華でした。どうも。